エムズレッスン動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。日野由紀です。天野由里香です。今日はサンバのバックロックスについて説明したいと思います。踊ってみます。スロークイックイスロークイックイスロークイックイスロークイッククイック。悪い例をやってみます。スロークイックイスロークイックイスロークイックイスロークイッククイック。はい、今日説明したいのは男性と女性の軸移動の、違いです。横からちょっと分かりやすく見せてみたいと思います。まず最初、男性が後退、女性が前進しますね。その時はスロー、後退と前進で大丈夫です。次、男性はチェックドフォワードウォーク、チェックということをします。この時にせーの、クイック。男性は中間バランスで、女性は後退しますので、ここに距離の差が生まれますね。で、また後退と前進、スロー、クイック、クイック。3回目、スロー、クイック、クイックとなってきます。なので、一度ご覧いただいたように、スロー、この後女性がクイック、クイックとこういうふうに出て見えます。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイックで、失敗例というか悪い例っていうのは、男性が足の上までしっかり前進してしまいました。この時は女性が、男性が軸にならないので、倒されてしまいます。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。なのでここで、チェックということで、中間バランスということを使用してうまく距離感を出してみてください。やってみてください。